たくさんチャンネルの佐藤です。内山です。よろしくお願いします。今日はくい今日は、えーはい、趣旨を変えて、いつも司会をしていただいている佐藤さんとしても言いたいことがあるということなので、<laughs> でえと今日はなんか脱炭素、カ、はい、ーボンニュートラルの話ということなんですが、皆さんご存知のようにあの、ロシア・ウクライナ情勢で、いろんな資源の値段が上がってますよね。はいで まあ世界の過去からすると、まあ、エネルギーの安定供給っていう問題、うん、まあ直面しているような格好だと思うんですが、うん、まあ一部のメディアとかだと、うん、まあその脱炭素に向けた動きっていうのがちょっと落ち込んでいくんじゃないかというような指摘もありますけど、うん、そのあたりはなんかどんな感じでお考えですかあの、先行しているのが欧州 EU でして、EU はその二酸化炭素の排出権の、えーまあ、やり取りというのをやってます。カーボンクレジット。 この価格が直近だと急落していて、やはりこう脱炭素はまだ夢のまた夢なんじゃないかみたいな、うん、そういったこう理想と現実のこのギャップがちょっとこう生じてるなんていう状況ではあって、で確かにその原油とかあ、まあ石炭とか、こういった一時エネルギーっていうのは非常にこう重要なんだけれども、ただ中長期的に見れば、やはりこの脱炭素の動きっていうのは、私は加速するんじゃないかな。 っていうふうには思ってますね、うん。なんかその上で今後注目していきたい分野みたいなありますか日本 あるいは欧州、アメリカ、それぞれで2050年にカーボンニュートラルを目指すというような中で、まあ、特に日本の会社といいますか、まず国のところで見ると、自動車とか蓄電池の分野であったり、あるいはこう半導体の産業というところを成長分野として位置づけているので、やはりその関連銘柄っていうのが注目されるんじゃないかなと。 まあ、それこそトヨタであったりとか、半導体はパワー半導体の部分で、富士電機あたりっていうのが、あまあ、一つ、業種として注目できるところなのかなっていうふうには思いますね。うん、特に注目したい企業みたいなのがありますか、はい、あの、6501の日立なんですけど、うん、あの日立はあ、火力発電用のタービンっていうのを三菱重工に 売却をしていて、まあ、ちょっとこう、脱炭素化みたいな動きがあって、うん、一方で、あの、スイスの ABB という会社から、 あの、送配電の事業を買収してきているということなので、うん、あの、電力の中でも特に川下に当たるような、その送配電のシステムっていうところを今強化している最中なんですよね。うんはい、で、もともと日立自体もその配電事業っていうのがあったわけなんですが、そこを強化しているっていうところが非常に面白くて、で、今後再生可能エネルギーとかが普及してくると、 あの、電力のロスが少ない、直流電流をうまくこう流すような配電網が必要になってくるというふうに考えていまして、はい、でそこの、まあ、事業の展開というのが注目できるんじゃないかなというふうに思ってますね。なるほど。はい。ありました。ということは、じゃ結論としてはあれですね、えっと、石炭火力に回帰するんじゃなくて、うん、まあ今、足踏みしているだけで、うん、まあ、長期的な脱炭素化への流れは止まらないと。止まらない。 そういう関連企業に注目すべしと,ですということでよろしいでしょうか。はい。はいまあ、自動車、パワーンそして個別で日立ちと,ということで、ぜひ注目していただければというふうに思います。ありがとうございました。はい